はい、アカシックサーチのシンです。またまた三浦さんのことになりますが、リクエストですね、コメントに入っておりまして、それにお答えしますというお約束をしましたので、で、まあ、今どうされてますかという、今という質問でしたので、早めに動画を撮らないと今にならないなと思ったので、リクエストにお答えした動画となりますが、ちょっと読み上げますね。長文ですので、中略しながら読んでいきます。はい。もちろんハンドルネームは読み上げませんけど、オープンの、コメントに書いてらっしゃいますので、皆さんも読めるはずですので、ここで読み上げてももう、問題ないかなと思いますので、読み上げてみます。はい。春馬さんの死は悲しみという感情より存在していないということがありえないという思いです。私は現在も精神疾患を患っています。過去に未遂経験もありましたので、半端ではない精神状態というのは理解できます。あと、精神疾患はいつ頃からでしょうか？本人は認識していたのですか？治療も受けずに仕事をしていたとしたら相当しんどかったはずです。私は動けなくなったりします。苦しかったね、春馬くん。本当に頑張りすぎたんだね。中略。今、春馬くんは何を考えているの？クエスチョン。はい、また中略です。とにかく、今彼は幸せなのか、そしてどこにいるのか調べていただきたいです。今は祈ることだけです。お願いいたします。ということでございますが、とりあえず質問のですね、精神疾患はいつ頃からでしょうかということですけども、4年前に反応があって、5年前にはなかった。ですので、この間だろうと思われます。それでですね、この精神疾患ということをまず本人が自覚していたかということですけども、自覚していたと出ます。で、さらには事務所がそれを自覚していたかというと、事務所の自覚はありません。投薬とは多分ないはずですね。はい、厳密に言うと、本人が、もちろん本人が何々病とかですね、そういった面、名前自体は多分わからないと思うんですけど、明らかにもう自分はおかしくなっているという自覚は、俯瞰で見て自分を見ていて分かっているということで、今、春馬くんは何を考えているのということですけども、これは今は、非常に爽快感のようです。亡くなってから爽快感がずっと続いていると出ますね。ただ、誤解していただきない、いただきたくないんですけども、自殺をするとやはりペナルティは来ます。この四十九日の間というのはペナルティは来ません。自由に動けますので。で、迎えが来て、霊界の方に、上がっていって、で、上で30年間ちょっとペナルティを受けることになります。地獄とかそんなのがあるわけではなくて、自由がちょっと効かなくなるって言いますかね、大人のような自由感がないっていうか、学生が学生寮に入るようなちょっと不自由感の30年間が待ってて、この地上に降りて来にくくなるという、休暇が少ないと言いますかね、そういうペナルティは、残念ながら自殺の場合はどうもかかるようです。ただ煮えたぎるかまいどに入るだとか、恐ろしく寒いところ、もう氷の中に閉じ込められるとか、そんなことはないです。はい、ありえませんので、ちょっと動きが取りにくいというペナルティというのは30年間受けることになるなります。はい、ですが今は全くその規制はかかってないですね。はい、まだお迎えが来てないということだと思いますが、しばらくは自由に動くと思います。とにかく今彼は幸せなのか、幸せといえば幸せな感覚ですね。
そしてどこにいるのかですね。これね、世界地図見ながら探したんです。まず日本にいなかったんで、日本に反応が出なかったんですね。でですね、おそらくですね、アメリカ東部、あの辺りをうろついてると思います。亡くなるとですね、生前行った場所っていうのはさっと行けるんですよ。行ったことないところに行くのが難しいんで、行ったことがあるポイントというのは割とスムーズに動けるようです。海外にいるようです。東海岸、ニューヨークでは出なかったんですよね。ニューヨークかなと思ったんですけど、もうちょっと南の方ですね。まあ、あと、ロンドンに留学していって、今ロンドンにはいないはずですが、そこには一旦行ったはずですね。はい。まあ、もう今いないと思います。で、結局彼はですね、やはり海外に出たかったんだろうと思うんですね。まあ、それはね、逃避という意味も込めての海外っていうこと。まあ、もちろん海外が好きもあるでしょうし、逃げたい、とにかく逃げ出したい、そのためには海外。まあ、だから無理やり海外に出てしまって、もうなんとか強引に海外に出てしまえば、これはどうにかなって話なんですよ。もともとがね。はい。それがベストなんですよ。運命的なことから考えても、彼の本来持ってる運勢の特性から考えても、あまり一箇所に定住しない方がいいタイプ。いろいろどんどん転々とした方がいいタイプですし、運命上ということの短命な運命というのがちょっと彼にあるというのの回避として海外に出てしまえば、それが切れるんですよね。そうすると、運命上の彼のマイナスの負荷というものが消えるということと、物理的に、あくまでも物理的に、精神的に彼を追い込んでいる、まあもう人と言った方がいいですね。そこからの離脱ということを強引にしてしまっていれば、いとも簡単に回避できたということですね。だから精神疾患の中でもどちらかというとノイローゼに近いと思いますね。はい、ノイローゼの場合はですね、確か、原因から離脱すると、寛解、解放に向かうと言いますが、おそらくそれで、回避できただろうなと思いますね。はい。決して死んだら幸せになるということを言っているわけではないので、誤解なきようお願いしたいんですが、とりあえず、四十九日は、本当に四十九日は自由に動きますので、今は海外、日本にはいないようです。行きたかったようですね。まあ、逃げたかったとも言えます。はい。30年間若干、ちょっと、まあ、ペナルティーがありますけど、そんな拷問のようなことは絶対ないですし、で、あと自爆霊になるということも絶対に、自殺は自爆霊になるというふうに思ってる方が結構いらっしゃるんですが、あれはですね、死ぬ寸前とかですね、死を覚悟している時の念、自分の念が残ってるんですよ。で、それを見て、で、自殺する場所に残る傾向があって、その念を見て、自爆霊に見えるということはよくありますが、本体はね、そういう規制というのは一切かかりません。はい。霊界に上がってからは若干、まあ、いわゆる休みが少ないと言いますかね、そういう規制は少しかかってきますが、まあ、死んでからの30年なんてあっという間なので、我々の時間の経過の感覚とは全然全く違います。まあ、1年が1ヶ月ぐらいの間隔になると、10分の1ぐらいの時間の流れの違いは感じ取れますので、まあ、あっという間だと思いますけども、まあ、ペナルティというのは来るということですね。はい。まあ、こんな感じで、リクエスト急遽でしたけども、まあ、かなり心配してらっしゃる方がおられましたので、リクエスト動画を、撮ってみました。はい。また引き続き、詳しい解明というのを、ちょっとまあ、時間があるときにやっていって、全体像を出していこうかなと思っております。はい。ということで、以上でございました。また次の動画で。